ボブさんの秘書ゆめさん来てもらいました。はい、わあ久しぶり。久しぶりです。いつもこの感じですか？そう、もうほあんまりいろんなもん着ないんで。あ、そうですか。そう、これが多いですね。いや、でも自然でやっぱいつもノリはかっこいいよね。いやいや、とんでもない、うん、ありがとうございます。いつも違うイメージありますよ。違うっていう、結構いろんなの着てるイメージある。じゃあいろんなの着てるからでもこの合わせはすごく多いです、ね、自分は。はい、まあ、この前も撮ってもらったんだけど、ね、あの気に入ってるあの、うん、タカのブーツ、はい、ヘビーローテーション、これすごい履いてますね。結構またさらに味出てきて、うん、馴染んで履きやすい感じになってきてて、うん、で自分は結構このパンツがすごい好きなんですけど、ヴィンテージ？これね、全然新品なんですよ。はい、なんかすごいヴィンテージの雰囲気が。確かにピンチェックのこの生地が結構良くて、うん、買っていい？あ、もちろんもちろん。全然、あ、すごい柔らかいんだ。そうですね。これサージデクレっていうブランドで、今年の秋冬ももう別注してるんだけど、これも別注で作ったやつで、ちょっと短くて、うん、かっこいい。そう、ストレッチ切って、まあ、すごい楽なんですけど、うん、そうめちゃめちゃ楽なんだけど、うん、なんかアメカジスタイルがコテコテになりすぎず、うん、崩せていいかなと思って。てっきりヴィンテージかと思った。あ、本当ですか。うん、そうで、ベルトも巻けるし、うん、結構ね、このパンツ履き出してからこういうタックインもするようになって、そしたらなんか、うん、この格好に好きな古着、うん、何着ても結構合うんで。あ、なるほど。そうなんですよね。まあ、これが勉強になるね。いや、これがベースで気分で好きなもの、好きな古着着るみたいな感じですかね。一番着たいもの、うん、これ着たいなっていうのがあって、うん、そう、それに、それにまあ合わせていく。そう、そんなになんか気にしてはないですけど、ね。あ、そう、なんか服屋さんのそういうのを知りたいよ。うん、サイズですよね、サイズ。サイズ感。うん、毎日着るもんじゃないですか。ね、だから毎日着て同じのをかぶっちゃい。そんなにいっぱい持ってないけど着回す感じですかね。うん、で、この T シャツも、うん、これすごいうちの力作で、うん、オリジナルで作った T シャツなんですけど、うん、そうですか。そうそう、すごいいい、グレードの高いアメリカコットンで、アメリカの工場で作ったやつ で、これもちょっとここ、ね、リブが。リブ、うん、あの細く、ね、広めに作ってるから、うん、結構インナーにもしやすい。なるほどね。1枚で着ても。ヴィンテージっぽい、うん、ヴィンテージに合わせやすい白 T ですね、うんうんうん、ベルトね、ベルトこれも売ってないんですけど、これも昔別注で作ったやつだ、そう、そう、で、もう錆びて、はいはいはい、これバックルから作って、うん、はい、どこの別注？もうないブランドだと、昔そこに作ってもらったやつですね、うん、でも、馬川かな、確かに。おー、コース、もう10年ぐらい前です、これも10年ぐらいもう使ってるんですか、タカの財布。おー、っぽくないね。もう最初期なんか、やっぱ今と全然違うね。あ、そうですか。あ、この形もね、やってるんですけど、うんうん、で、これあの、その時まだ撮れた好印象のシェルコードバンっていう革で作って、あ、お尻の。そう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 、一番いい革。これね、真っ黒なんだけど、うん、もうちょっと色かなり、やっぱ艶出るもんね、コードバンだと。ね、もう芯の色がすげえ出てきてますね、うんうん、かっこいい。そう、かっこいい、マジかっこいい。これお世話になってます。これをね、どんどん改良しながら、あの、使いやすく仕上げていった感じです、タカと一緒に。今これないんだ、このモデル。そのモデルやってるんですよ。やってるの。そう、もう定番でやってるんですよ。ほんと。そう、いろいろ使いながら不具合を言って修正しながら、そうそうそう、それ直してっていう財布です。トラッカーオルトって基本すごいやっぱ使いづらいから、うん、それを使いやすい、安く作ったやつですね、これは。これ確かイタリア製のシルバーなんですけど、これだけハルさんにアメリカで買ってきてもらって、うんうん、で、程よい長さでリトルビレッジってブランドがあるんですけど、普通、うん、にフックと、うん、まあ、ここ作ってもらって、あ、カスタムして。そうなんですよ、だからこれチェーンだけ、チェーンだけハルさんにアメリカで買ってきてもらったんですよね。これはなんかすごい昔から気に入ってる60年代ぐらいの、うん、シャツで、買った時からいっぱい買った。ザラッとした感じがいいね、なんかね。そうですね、まあ、このやっぱチェックとね、うん、このボタンの、本当すごいですね。そう、超ボタンの、このスナップないんで、結構こういう一点物がやっぱり好きですけどね。雰囲気が出るよ、やっぱ。結構出ないは出ないですよね、こういうのもね。ノリぐらいじゃないとこういう雰囲気出んない。いや、そんなことないよ ね。誰が来ても一緒ですよ。これアーロン・アンダーソンっていうね、あの、まあ、インディアンジュエリー、うん、トゥーファキャストって言って、あの、トゥーファストーンっていうのを削って
シルバー流し込んで作るんですけど、これどこですか？これね、もうなくなっちゃったんだけど、アルソマークって人、アーティスト、これもあの、うん、ナバホ系ですね。はい、そう、でもこの人はあのロスに住んでたんですけど、うん、あの WR の、うん、あのジュエリーとかも作ってた人ですね。これが珍しいかも、うん、スワスティカが 入ってるんで、うん、1930年代ぐらいのスプーンを、うんうん、あ、曲げてんだ、確かに、リングにして、うん、で結構薄いんで、うん、シルバーをちょっと持って厚盛りしてリングにしたやつ、うん、今ね、この同じスプーンが2本ぐらいあるからまたリング作るかもしれない。あ、作ったんですか？それ、ね、あ、そう、これ作ったやつなんですよね。そうそうそう、材料があるってことね。そう、これ元からこんななんですか、スプーンが。そう、こういうスプーンが。あ、そうなんですか。そうそう、ただ曲げてあげてる。そうそうそう、シルバースプーンをリングにした、ここ繋げるの、ね、リメイクしたね。そう、かっこいい。これちょっと希少ですね、うん、これアメリカでも、うん、じゃあインディアンジュエリーのディーラーのおばちゃんとかに、うん、すごい素晴らしいって、もうめちゃめちゃアメリカでも言われました。これ毎日してます。お守りみたいな。気に入りで。これスティーブンソーバーオールっていう、うん、ブランドで、それに別注して作った。これは元々ある形で、デニムとか、うん、これもデニムを買った。あ、本当ですか。うんうんうん、そう、かぶりやすいですよね、うんうんうん、これ。なんかね、形が良くて、うん、丸側でも似合う形。アルさんも結構かぶってない？そうですね、これすごいかぶりやすいですよね、うん、それでやっぱり帽子といえば黒で、うん、黒がなかったから生地から探して、うわー、そうそうで、まあ、向こうが探してたみたいなのが、うん、すごいいいヘリンボーンの黒の生地があったから、うん、で別注して作ったやつが、注意しかない。すごいな、すごい。今売ってないですか？今ね、まだあります多分。あ、本当ですか？でもね、もうサイズが結構欠けちゃってて、うん、でまたちょっと作ろうかなって言って。あ、いいね。でももう黒2回ぐらい作ってからまた違う色。なるほど、次はまたデニムとかもないから、うんうんうん、いいかなって。磯崎店の店長だよね。店長の大木くんです。はい、こんばんは。磯崎店店長の大木陽介です。スケート好きな。そうです ね、うん、ね、スケートとかも、ね、車がめちゃめちゃかっこいい、うん、ね、カセットテープ聞いたりね。そうっすね、ないんだよ。カセットしか聞けないです。ね、すごい面白いやつ。まあ新品と古着の、まあ、ミックスみたいな感じなんですけど、うん、なんかちょっとハルさん近づいてるね。近づいてるとか、なんとなく近づいてます。なんとなく好きじゃん、ハルさんだって。フットボールってよく来てますよ ね、はい、今日も来てた。今日も来てました、うん、オーバーにしたり、うん、最近買ったこのブーツが、うん、このまあブランドストーンってやつなんですけど、うん、そう、あー、あれね、オーストラリアじゃなくて、なんだっけ、オーストラリアだよね。はい、オーストラリアのブランドですね。同じやつです。定番はハイカットで、ね、これはもう日本限定の、まあ、モデル、ローカットなんですよ。すごい履き心地よくて、うん、で、まあ、革も柔らかくて、通じ木とかも、うん、雨バシャバシャとか全然大丈夫なんで、うん、気に入って履いてます、うん、このパンツは、うん、まあ、新品のやつなんですけど、もともとはフランス軍の M47 っていう、うんうん、まあ、フィールドパンツ、うんうん、もうミリタリーの、まあ、そのパンツの中でも傑作って言われてるパンツなんですけど、それをまあ今すごい気に入って履いてます。もう個人的にもうフルプッシュ履いてます。これはだからヴィンテージじゃないけど新品ってこと？そう、これは新品です。復刻ってこと？復刻です。そのブランドも、これはまあミリタリーのこういう新品扱ってるところがあって、うん、でそこのやつなんですけど、うん、まあ、僕はもうちょっとこう半端だけな感じが、あ、好きなんで、ね、いつも思うけど、大木くんのあの、うん、この竹缶犬もやってるでしょ。やインスタで見てるんだけど、うん、僕すごい、そこは意識してんだ。僕結構好きなんですよね、うん、ちょこっと半端ないすごいいい竹缶できるから、いつもかっこいいなって思うやつ。それが好きなんですよ。なるほど。しかもこれシルエットいいな、めちゃめちゃ。そう、めっちゃいいんですよ、ね、これ。そこポイントだね。それいいな、欲しい。大木竹あとはこの古着の、うん、チャンピオンです。おお、いいね。70年代の、うん、ペンステート、うんうん、めちゃくちゃいいな、はい、うん、ちょっとこの汗った感じがすごい気に入って、うんうんうん、去年買いましたね。わざと着てんだ、下に。この、あの見せる感じ、微妙なのは、うん、そう、わざと、うん、このね、微妙だらしないじゃない、わざと。いいよね、かっこいい。1センチ弱強みたいな、うん、この T シャツは、うん、ちなみにあのうち別注の
あの T シャツ。あのノリが着てる。同じ。あ同じ。この T シャツ。みんなの。また感じです。うん、あのアメリカで買い付け行った時に出てきたんですよ。デッドストックで買おうと思って。で、ハルさんも、まあ、持ってていいんじゃんみたいな、うん、そういうの。で、買ったんですよ。向こうでね。そうっす。じゃあ30年代、1930年代。これすごい。デッドストック。雑じゃないと。荒いっていうかね。はい。うん、まだ一回も洗ってないんで。うんうん、これの本物ですね。ああ、なるほど。これの本物。僕のタグが取れちゃってないんですけど。歴史も違う。ちょっと小ぶりなんで、うん、あの安く買えたんですよ。アクセサリーは、すごい前昔にうち別注で作ったやつと、これはあのゲイリー・リーブスっていうアーティストの番組なんですけど、この人もう死んじゃって、この人の作品はもう出てこないんですけど、ちょっとお気に入りですね。これ入社する前に買ったですね。あ、タイムズ入る前に。タイムズ入る前に。だからもうかれこれ8年9年ぐらい前につけてるですね。すごい気に入ってます、うん、これはシンプルなんで結構細くて、うん、重ね付けにもいい。なるほど。はいって感じですかね。リング、あ、リングはスプーンリングですね。同じだ。また影響されてんな。かぶったのりさんね。え、のりさんも。いや、一緒じゃないから。確かに。どうもすいません。これもそうですね。これフリマかなんかで買ったっすね。アメリカ行った時にフリマいっぱいあるよね、これ。うん、いっぱいありますよね。こんな感じですかね、今日の。いいね、かっこいい。ね、うん、はい、はい、ということで、師匠。俺のだよ。ボブさんの師匠。指さん来てもらいました。はい、はい、同級生です。どうも。すごいよね。小学校からの。小学校の同級生です。すごいよね、ほんと。ゆべちゃんからアメリカじゃ勉強しました。小学校の時に。昔から好きだったからね。私、ボブさんと会って、ゆべさんの話聞いてたんです、結構。聞いてて、やっと会えたんですよね。そう、今回2回目ぐらいかな。2回目か。3回かかるかな。前、コンテナの時とかね。コンテナの時。だよね。その後に結構何回来たんだよ、うちら。来たけど、そう、俺がいなかった。ちょうどいなかったりとかしたから、そう、ちゃんと会ったのは2回目で。そう。でもその感じがあんましないけど。そうだよね。結構俺も YouTube 見てるから、結構なんか、たまにね、ほんとくれんだよ、インスタで DM を。そうそうそう。ありがたい。いやいや。シンプルだったの、今日は。今日はね、意外と、ちょっとシンプルな感じで。だけど、イベらしさを出して、これはね、うちで扱ってたんだけど、ダナーのフルモアブーツって、ルーツなんだけど、スニーカー感覚で履けて、軽いし、履きやすくて、で、一応ね、なんか防水になってるんだ、この黒いやつは。そうですね。うん、で、最近、俺も釣りやるんで、釣りと街をこう、あ、両方。そう。リンクするようにできるやつを買ったりとかすることが多くなってきてるかな。いや、ほんと足場悪くても全然。そうだから、おかっぱりとかするときなんかでも、うん、ちょっとアクロでも全然いけちゃうから、で、履きやすいし歩きやすいから、その辺に関してはすごい超欲しいです。だななんだね。だな。なんかそれっぽくないけど。ね、そうっぽくないよね。パンツはね、このネイジャパの2人の影響で育て始めようと思っているウェアハウスの定番の1001のダブルXのやつです。まだね、育ててまだワンウォッシュ育ててまだ間もないんで、ちょっと全然まだ当たりとかも出てないんだけど、この季節からどうなのかなと思ったけど、もう本当に一番最初の頃からある形の定番のやつですね。確かに、まああれだね、その履き込みの時期間違えましたね。そうなんだよね。だけど俺ね、結構なんていうのかな、汗ばんでも履いちゃうから余計に汚れても気にせず出やすいよね。うん、育てる甲斐があるし。そうそれが一番いいね。育てる親としては一番いい親ですよ。そう、
育てる親としてはもうね最高いじめるよいじめてどんどん吐き込んで選択しちゃうんだよね俺結構あそうですね、うん、なんでどういう風にエイジングするかエイジングするか楽しむです、うん、だからこの後1年後、うん、また1年後うんそうこれどうなったか見せますとりあえずね記事録にしてもらえてうんもらえればいいかなと思いますでリバースでリバースこれはねたまたまね、うん持ってたの忘れてたぐらいのやつでしまってあって、うん、家で探し物してたら、うん、出てきて出てきて、うん、まあ今となっては希少なリバースの黒、うん、でこの間黒ないもんね黒ないからね、うん、でこの間ここばっくり開いてたんだけど、うん、直しました自分で塗っておおすごいすごい一応クソ学院出てるあそうだよね手芸は得意なの手芸しなそうだけど手芸しなそうなんだけど一番こう手で縫うのが一番好きあそうそう、うん、アクセサリーはあの一応昔からこだわってるここでイベらしさが出てきたここがイベなのかなと思ってるゴローズで、ね、分かる一目で分かるねやっぱね、うん、これはもう本当にねだから共通の趣味とかお客さんでもゴローズしてる子が多くてでそういう時なんかこう話すると結構それだけで盛り上がっちゃうとかでそれでね同じ趣味思考になってくると結構ねいろいろ進めたりしやすくなったりするから結構大事にしてるよね長年ねちょっとね、うん、これはね本当に大事にしてる ねお守り代わりじゃないけど一時期とか、ね、できない仕事をしてた時とかあった時はやっぱりあれだったけどお守り代わりになってるもう20年以上だよね20年以上もう20年以上は経ってる、ね、確実に、うん、20代の頃に20代の前半ぐらい経ってるからであとこれアウターアウターこれもね夜寒い時とか山行く時とか結構重宝してる面白いなんか斜めなそうフラッシュステープシェルで斜めってくるすげえなこんなのあるんですねそう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 すげえ得意な、うん、でね、一応ここまで上げてここが普通規制が良くなってこれもね、一応釣りを釣りとサウンユースでなるほどこの間ちょっと雨降った時来てたけど結構へっちゃらだったんでうんこれはね、これもちょっと今年の梅雨時期に、まあこんな感じで、まあもうちょっと普段ね、うん、ラフでボロボロな時もそうだよね。なんか俺イベちゃんそういう印象だったから今日ちょっと、うん、ちょっと今日はね、シンプルというか綺麗めな感じでちょっと予想と言いました。今日来る時に話してたんですよ、うん、イベさんがどういう格好するかって、ね、そうそうそう、俺はなんかそっちを思ってたから結構ゴリゴリの古着ゴリゴリの古着で来るかなと思ってたからそうまあまあでもねやっぱりアクセサリーでまあ、ね、イベらしさ出してたからそうちょっとこういう一面もあるかなっていう、うんうん、普段もっと汚い格好もしてる時もあるんで、うんうん、まあでもいいよねこうギャップでヒゲとのねそう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 まあ、ヒゲときれいめと、ね、そのギャップをね、うん、確かに髪の毛もね最近切って確かに短くなってかなり短くなったこの前と違いましたもんねこの間の時は全然あのボサボサだった伸ばしっぱなしだったからこんな感じですかねタイムザーチェンジンの欅店のスタッフの山下としますはい山下オンランニングっていうシューズなんですけど、ちょっと軽くて、あ、そうなんだ。はい、履きやすいんで、もう毎日履いちゃって、新しくなんかウォータープルーフも登場してます、ね。ああ、今シーズン。そうですね。これもやっぱり軽いのとか選びがちなの、結局やっぱり。生すぎが履かないけど、俺は。基本ね。うん、うん。グッドメイン。で、ショートはショートマスク、これロックス。ああ。もう本当。グラミッチョ、はい、マイクグラハいいね、ショーツ俺も買わないと、うん、そろそろ、ね、暑くなってきてやっぱり暑くなった夏とか暑いじゃん、マジで、はい、去年とかやっぱ買わないとダメだと思って買ってグラミッチョ紹介してるもんねでグラミッチョ紹介した
時にこれ知ったんだ、これいいね、やっぱり、ね、うん、まあ、グラミチューよりなんかグラミチューあれじゃん、結構みんな着てるかもしれないけど、うん、あんまないし、うん、ちょっとおしゃれなそう着てるとか、ね、デザインとか柄とか迷彩も見たいね、デザインみたいな。あ、そうそう、うん、じゃあ次ね、迷彩入りに行きます。あ、分かりました。一番もうレギュラーのチャンピオンのティバースです。レゴさんの、はい、商品に合わせるならこのぐらいのサイズ感がかっこいいよね。確かに、ちょっとね、ジャストっていうオーバーの、はい、スタイルが、そうだよね、かっこいいです。